まに重要やで。ここからめちゃくちゃ重要。これを知らないと九州の人もうやばい。はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回は5月31日に、熊本で地震が発生してちょっと緊急的に動画を回してるんですけど、まずこの地震の概要、西教えてくれる？はい、5月30日午前4時46分ごろ、熊本県と鹿児島県で震度4の揺れを観測する地震があったとのことで、この地震による津波の心配ありませんっていうふうに出てたんですけど、熊本県熊本地方で深さ10キロの震源で、マグニチュードは 4.6、で震度4、震度3、震度2、震度1っていうのが山口県の方とか、あと九州全般で地震があったみたいです。ちょっと怖いよね。で、何が怖いって、ちょっと今回なんか予言チックな話になるかもしれないけど、ちょっと聞いてほしいなと思うんやけどね。まず2016年に皆さん熊本で巨大地震発生したの覚えてませんか？西も知ってるやろ、はい、熊本でそういえば地震でっかいのが来たよねみたいな。けどこの熊本地震っていうのは一番怖かったのは2回震度7が来てるわけ。2回ね、ここ本当に重要です。2回巨大地震が来てるわけ。それまでは阪神淡路大震災とか新潟中越地震とかもそうなんだけど、震度7が2回来ることなんかなかったわけ。だから余震と本震っていう言葉があって、震度3、4の地震がありました。これやんね、今のこの震度4とかも熊本でも発生してんか。ここから次震度7が来るのが本震。けど熊本地震の2016年起きたのは震度7が2日間、1回目が震度7が起きました。その2日後にもう1回震度7が起きたと。これが熊本の益城町っていうところでね。で、犠牲になった方が多かったと。で、ちょっと予言チックになるかも、都市伝説チックになるかもって初めに言ったのが、理由としてはもうね、4と6っていう数字に囲まれすぎてる気がすると本気で思ってて、ちょっとその数字とかもなんかある記事を見て確かになと思って。で、2016年の4月14日と4月16日に起こってるわけね。はい。で、今日地震が起きたのっていつか教えて、西。今日5月31日の午前4時、午前4時やね、はい、46分4時46分で起きたと。もう4と6の数字にちょっと囲まれすぎてて、なんか僕は震度7が次来てもおかしくないとも、震度7がいつ来るかっていうのはもう日本は活断層が2000以上あるし、 S ランクの活断層だから発生確率が高くて危険だじゃないってレスキュアウスが言ってるわけ。もうどこで起きてもおかしくない、どの活断層がいきなり来てもおかしくないって言ってるから、僕はこの熊本地震で次巨大地震がいつ発生してもおかしくないとも思ってんねん。で、もう一つの理由が、熊本っていうのは何があるかってわかる？熊本って怖いの何がある？怖いの？あんまわからない。九州全土にとてつもない被害をもたらすものが2つある。わからない。答えを言うと阿蘇山と雲仙普賢岳ってやつ。はい。火山やね。火山によっての犠牲者が、過去の災害を見ても犠牲者がかなり出てると、じゃあ南海トラフで熊本の被害予想ってどれぐらいかってわかる？南海トラフってだって静岡とか神奈川とか、確かにそっちばっかりを東海地方やんか、気にしてた。あんまわからないの？愛知県とか高知県とかあるけど、はい、俺ね熊本みたいな感じやけど、熊本でも最大もう3000棟が全壊したりとか、津波による死者も100人程度ぐらい出るとも言われてる。言うたら大規模な巨大地震が起きてもおかしくないとも言われてる地域やねんな、はい、でなおかつ2016年に同じ震度7の地震が2回発生して亡くなった方も多かったと、でこの内陸型地震の怖いところって、揺れはすごく短いけど破壊的な力を持ってんねん、はい、海溝型っていうのは揺れは長いけど破壊的っていうよりかは津波による被害の方はでかい、家屋の倒壊がメインになってくるのはこの内陸型地震、熊本地震ね。で、僕がね2016年すごい印象的だったのが、僕消防士の頃やからね、それ、はい、熊本地震発生しました、新築の家が全壊しましたっていうのがあって、いやもう新築で持たへんやったらもうそんなん海やんと、
けど、この動画を通してやっぱ皆さんに毎回毎回伝えたいことがあって、自分の命と自分の大切な人を運任せにするな、これが防災やと僕は思ってるね。じゃあ何をすべきかっていうところ、初めにね、なんか奇妙な数字の因果関係があるんじゃないかみたいなのがね、なんか初めてなんか予言チックみたいな、そのなんか都市伝説チックみたいな言ってるけど、ちょっとほんまに4と6の数字が揃いすぎてて怖いっていうのはもう本当に感じてるね、はい、で怖いからどうしたらいいねっていう、ここが大切やと思う、ね、うん、で今回言ってるのはほんまに重要やで、ここからめちゃくちゃ重要、これを知らないと九州の人もうやばいと思う。でまず一つ目っていうのが内陸型地震の備えをすること、で二つ目っていうのが巨大な活火山の被害の対策をするっていうこと、この2点に起きて今から説明していくで。じゃあまず一つ目、内陸型の地震でまずすべき対策で言うと何、レスキューハウスで一番大切なことは何って言ってる、ちょもう一回お願いします地震が発生した時に、まあ、巨大地震がいつ来てもおかしくないと、はい、この2日間程度はもう1週間ぐらいかな、九州の方気をつけてくださいねって僕は思うよね。じゃあ今から1週間、じゃあ今日見て何を準備しようみたいな、今レスキューハウスを見てる視聴者がね、何を準備したらいいんやろってなるわけ、はい、何からスタートしたいって、突っ張り棒とか、あ、家具固定ね、はい、めっちゃ大事、家具固定まずしましょうね。けど一番大前提にしてほしいのは、まず寝室を安全区域に必ずしてください。寝室にもう重たいタンスとか、なんか割れそうなものとか鋭利なものとかね、そういうの絶対にどかしてください。寝室っていうのは今回もね、夜中に発生してんの、夜中に震度4ってなったら、うん、震度4っていう揺れっていうのはもう揺れてる、うわやばいって気づくやん、気づくけど起きたてやからどうしたらいいのか分からへん。その時に倒れてくるものとかがあったらどう、防ぎようないの、はい、それで阪神淡路大震災で多くの方亡くなってんな、阪神淡路大震災も明け方ほとんどの方寝てたと思う、うん、じゃあこの熊本地震もこの4と6っていう数字を見ると、まあ朝方に起きてしまったと、めちゃくちゃ怖いし、この教訓っていうのをどうするのかっていうと、まあ家具固定も大事やけど安全区域を作るっていうこと、これまだの方はすぐにやってね、この動画を止めながらすぐにやって、で寝室にしてほしい理由は逃げ遅れになる場所が一番だから、うん、ここ一番の理由ね。で次に寝室っていうのはベッド、布団、枕、身を守るもの、ダンゴムシの身を守るっていうねんけど、うん、身を守るものがすごく多い、だからここは安全区域にしてほしいと。もう熊本地震の教訓でいうと、新築、まあ、古い建物に住んでる人は新しい家買ってねっていうのもね、もう意味ないってなっちゃったから、うん、もう自然の威力って新築の建物でも壊してしまう、全壊させてしまうほどがあるから、うん、そこは正直もう無理やと思う、けどできることはやっとかないと、運任せにしたらあかんからね、はい、なのでまずは家具固定と安全区域の設定、あともう簡単に説明すると、まあ、詳細のやつはね過去の動画見てください。簡単に説明すると SOS を出せるものっていうのを用意しとってほしい、でライトと笛で、もういらない靴とかもあれば寝室のちょっと端っことかに置いて、そこでガラスを踏んで逃げ遅れるっていうこともあるから、ね、いらないもうボロボロの靴とかをちょっと寝室の端っことかに置いておくっていうのもポイントよね、うん、じゃあ発災中、地震が揺れてる最中命なくなるから、防災グッズ用意してないから命をなくなるんじゃなくて、被災生活で水がないから命をなくなるんじゃない、地震っていうのは発災中に命を奪ってくるから、その発災中に命を守る対策っていうのをすぐにしてほしいね。まあそれが内陸の活断層の対策の一つ。じゃあ続いて二つ目、阿蘇山と雲仙普賢岳っていう、まあ巨大な火山ね、はい、日本でも有名な火山と。じゃあこれでどうやって命を守るのかっていうと、一番覚えておいてほしいのが、もう火砕流とか発生してその付近にいる方はもう多分対策できてるし知ってると思う、うん、けど広範囲、九州全土っていう言い方したけど、これは火山灰の対策、火山灰って舐めてたらあかんね、全然ほんまにあかん、いろんな二次被害とか発生させる要因の一つとして言われてて、火山灰ってもう言ったら霧よりも濃い灰が飛び回るから、目が開かなくなったりとか、ライフラインがストップして交通渋滞が起きて交通事故になったりとか、こういう二次被害がいっぱいあると。じゃあどうすんねっていうところのポイント言うで、まず一つ目、防災グッズを用意してください。この防災グッズって何っていうと、ゴーグル、防塵マスクで、ヘルメット、ライト、長靴、長袖、長ズボン、まずこれ最低条件。これね、僕のワークマンの動画で言ってると思う、それちょっと詳細にもっと教えてくれっていうやつは、僕がワークマンの火山対策みたいな動画、この2ヶ月3ヶ月前ぐらいにアップしてるから、それ見て、はい、で火山灰対策のものを買うと。じゃあ次に家でできることはないかっていうと、雨戸を閉めるっていうのは、もちろんそれは分かる、でもう一つポイント、めちゃくちゃ大事なのが、換気扇を止めるっていうところをやっておいてほしい。
やっぱ中に入っちゃうから火山灰って、換気扇回してると、そこも必ずシャットアウトする、なんか新聞紙貼るでも何でも、うん、何でもええねんで、そういう火山灰対策をするっていうこと、あとは火山の噴火情報とかを見て早期避難ね、まあ、火山ってなると早期避難っていうのができるから、できる限り早期避難をするっていうことけど、まあ、九州全土でいうと火山灰対策をするっていうことがまずは自分の命と大切な人の命を二次災害から守ることにつながると思う。ちょっと情報量多かったと思うけど、なんとなくイメージついた？はい、火山はあんまり、うん、大阪とかだと身近にあんまり感じてなかったんで、ね、うん、防災方法とか分かんなかったんですけど、うん、まあ、火山ってね、最悪富士山とかって日本全土を覆うかもしれないとも言われてる、あ、まあ、陰謀論があったりするから、はい、都市伝説的なね、まあ、けどそれは僕何でもいいと思ってて、はい、都市伝説を見て、すげえ怖いみたいな感じで思うことが大事だと思うね。思ってそのまま動画を閉じて寝るっていうのはダメで、うん、思って、自分家でもし火山、富士山噴火して電気止まったらどうする、うん、っていうのを話し合うきっかけにしてほしいんだな、はい、ほんまにここ重要。あの、ね、やっぱり皆さんにとって、ね、こういうレスキューハウスみたいな動画って思んないと思うねん。ほんまに思んないと思う。自分でも撮っててみんなに申し訳ないなって思うぐらい思んないと思うねんけど、けど命ってもう一度失ったら、ね、やっぱり帰ってこないし、うん、エンタメ見たい、うん、なんか、ね、そういう気持ちも分かるけど、ちょっと本当にあの僕が伝えれるのは過去の同じ鉄を踏まないためにどうすることができるのか、それこそ助かる命っていうのが過去にあったんじゃないか、今後皆さんの命とか皆さんの大切な人を守るためにこれさえ知っておけばよかったんじゃないか、これらを全国の被災された方々の声であったりとか、僕の消防の経験の声であったりとか、それを通して皆さんが防災を考えるきっかけになってほしいなと思うんで、まあ、ちょっと動画を回しましたと。あの、ね、熊本地震とかね、これを見てる方で被災経験があったら、もしこういう被害があったよ、だから今後はこういう対策したよみたいなのがあればコメント欄で教えてほしいなっていうのと、あと火山でもね、火山灰対策とか火山のこういうことも危険だよみたいなのがあったら、皆さんの経験っていうのをぜひコメント欄で教えてください。はい、ということでね、ちょっと緊急的な動画になったんですけど、参考になればなと思います。はい、よかったと思う方はいいね、コメント、チャンネル登録っていうよりかは今回もシェアしてください。チャンネル登録よりかは自分の大切な人とシェアして、ちょっとね、あの九州全土の方本当に気をつけてほしいなと思います。はい、助かる命を助けるたびに。大長、おい、レスキューハウスの就労継続支援について教えてください。いいよ、何について知りたい？どういった方が対象なんですか？対象となる人は障害や病を抱えている方で、生きづらさや働きづらさを感じている人やで。それって家から出ない人でも行けるんですか？今はね、在宅ワークって言って自分のお家でできる作業っていうのがあるから、それでも OK。 対象者って大阪に住まわれてる方限定ですか？うん、大阪の方だけじゃないよ、関西と関東でも募集してます。興味ある人ってどうすればいいですか？興味ある方は会社のメールにまずはご連絡ください。その後僕とオンラインズームするからよろしく。